はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、質問はねどしどし受け付けておりますけれども私のお話をもうちょっとだけねしていこうと思いますけどあのレッスンにね来ていただく皆さんとかまたはどっかでね「私ボイストレーニングの先生やってるんです」って言ったりすると聞かれる質問って結構あるというので「この間ねボイストレーニングやったらうまくなりますか?」という質問をいっぱい聞,きます聞かれますよという話もしましたが。 また聞かれる質問の多いのとしてね今日お話ししたいのはね実際うまい歌手の人って誰ですかとそれからあんまりうまくない人って誰ですかというこれもよく聞かれますよね。まあそれはそうですね私がね他のプロの方例えば料理作る方とかに会ったら「えー、すごい美味しいレッストランはどこですか?」って言えば聞きたくなりますもんね。 それのまあ歌バージョンということでみんな聞かれるんだと思いますけどもうズバリ言ったらやっぱりあの日本の歌手の人上手い人ももちろんたくさんいらっしゃいますけど男性だったらもう玉置浩二さんねこれはまあいろんな番組でも1位になってるのを皆さん見たこともあると思いますし今活躍されてるプロの歌い手さんの中でももう玉木浩二さんに憧れてるかという方たくさんいらっしゃると思います。まあ、要素はいいっぱいね うまいという要素はいっぱいありますけどやっぱり声の響きであったりとかそれからこう強弱の表現力うん、まあこの辺の安定感はずば抜けてるなというのは玉木光栄さんやっぱ素晴らしいですよねで女性で言ったらまあ一番二番つけるのはねまあどうかと思いますけどでも私が見る限りはやっぱりミシャさんがね いや,ーやっぱちょっとこうまだそこが見えないというかそこっていうのはその本当に本気で歌ったらどこまで出せるんだろうのその範囲がまだ見えないあれだけ今すでに上手いのにもっともっと高い音も出るだろうしもっともっと大きな声も出るだろうしなんかもっとすごい曲も歌えそうな気がするっていうまだ可能性も秘めているぐらいの。 今歌われている MISIA さんの歌声っても,ものすごいんですけど素晴らしいんですけどまだちょっと余裕ある感じもしますもんねそういう意味ではやっぱ MISIA さんはすごいなあと思いますねうんお見事ですねだからまあ歌手というねまて、あ、んですか肩書きがついてますから歌う人ですから 歌声ですごいいななとと思わせてくれないとねやっぱりプロとしてはと私はまあ古い人間なんで思いますけどあとまあ演歌の方はみんな絶絶対対上手いですよ絶対的にあの演歌のたちっていうのはね本当に何ですかね自分の歌声だけで生きてる方が多いんで、うん、自分で作詞作曲する方とほとんどいないんですよねだから作詞家さんがいて作曲家さんがいてそれを歌うだけのお仕事の人がほとんどなので。 今ね結構売れてるミュージシャンの方シンガーソングライターって方多いので自分で作って自分で歌う場合は自分が歌いやすいメロディーになっていたりとか、えー、気持ちが乗せやすい歌詞になってることが多いのでうん、まあ、だから歌いやすいってこともないんですけどだから表現の幅が非常にやりやすかったりするだけど与えられた楽曲を歌い回し声で表現していくと演歌の方やっぱりねすごいですよねと思います。で えー、冒頭の質問にあんま,まり上手くない歌手、まあ、そもそも上手くない歌手なんていたらダメなんですけどねだって例えばスポーツ選手だったらうまくないスポーツ選手っていないでしょすごい上手いからスポーツ選手になるわけじゃないですかどのスポーツであってもでそれがプロだと私は思うのでうまくない歌い手っていう人がいてもらっては困るというかただこれ日本の 独特な文化な気がしますけどなんか成長過程も楽しめちゃうみたいなね、えー、うまくないからこそ応援するみたいなそういうとこあるんで、まあ、実際売れてるけどあんまり上手じゃないって人いっぱいって今言いかけましたけど、まあ、ちらほらいらっしゃいますよねだけどまあでもうん言いたいのはその あまり上手くないと言われてる人たちも自分が上手いと思って出てないっていう人もいるんですよねまあ、例えばですけどなんとか40なんとかみたいなねたくさんいるグループありますよねでその中でもちろん歌が上手い子もいると思うんですけど別に歌の上手さで出てきたわけじゃなくてああいうたくさんの中の一人ということでアイドルとして成り立ってるみたいな方たちもいるでしょなんかそういう子たちのことをあんまり 私個人的には叩いてはいけないって言ったらなんですけどそれはもうそのグループの一人として成り立ってると思うからないいと思うんですけどなんか「僕うまいですよね私うまいですよね」っていうお顔で歌ってるけど別にそうでもないよっていう人が一番私は気になりますよね。ちちょっっっとももううう時間がなくなななくてきちゃったな、はい、今日はもうこんな感じで <laughs> 逃げるように え終わっていこうと思いますけども皆さんからの質問はいつでもね受け付けておりますので小さいことでも書いていただけたらお答えしていきたいと思っておりますのでまた聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回も最後まで聴いていただいて誠にありがとうございました。